はい、ゲロッちゃんです。今日はですね、こちらを見ていただきたいと思います。はい、こちらの水槽になります。こちらはね、アメリカザリガニさんが冬眠をしている水槽です。まあ、あれからね、もうかなり月日も経っておりますが、そしてね、そのためにね、冬眠させるために落ち葉と、そしてその辺に生えていた草を入れさせてもらったんですけども、この草ね、最初入れた時ね、腐ると思ったんですよ。水、ちょっと上見ようかな。はい。水の中に入れるとね、腐るんじゃないかなと思ったんですけども、なんと、もうあれからね、かなりね、月日経ってるにもかかわらず、腐りもせずね、ほら、青々しくね、育っていってるんですよね、この草。見えます？この上へとね、伸びていこうともしているし、そしてね、もう、中にね、水の中に浸かっている草もね、腐らず成長していってるって感じで、この草はね、今回はちょっとね、利用しようかなと思っております。どこに利用しようかなと思ってるのはこちらです。こちらね、なかなかね、ちょっとね、川にね、行ってもね、ちょっと水草がね、最近ちょっとね、見つからないので、ここの中にね、こちらのね、この草をね、入れてみたら、成長して水草の代わりになるんじゃないかなとはゲロッチは思っているんですけども、それを今回ね、していこうかと思っております。ということで、ね、今回ね、このここの入っている草はね、もう取ってあげたらザリガニさんにかわいそうですので、ということで今回ね、こちらです。はい、今回はね、こちらになります。こちらね、こちらですね。これと同じね、草を今回取ってきております。この草をね、きれいに洗って、で、こちらのね、水槽に入れていこうかなと思っているんです。そしてね、一応ね、これから今ね、これを水できれいに洗ってきます。そして洗い終えたらまたね、こちらの水槽へとね、入れてみたいと思います。はい、こういう感じに洗ってまいりました。一応ね、きれいに洗わさせてもらったんですが、使える分とね、使えない分をこれからね、ちょっとね、仕分けして、仕分けが終わったらね、こちらですね。はい、こちらの水槽に後ろのところにね、空いてる場所があるので、ここをね、きれいに植えてね、やっていきたいと思います。そしてね、ここにね、川魚がいてるので、まあ暴れても、まあ抜けないようにね、ちょっと工夫してやっていきたいと思います。ではね、早速ね、チャッチャチャッとチャッチャチャッとチャッチャッチャッとやっていきます。こういう感じでね、今ね、取ってきた草をこの奥のね、空いている隙間にね、植えさせていただいております。これをね、またね、どのようにね、成長していくのか、これからね、ちょっとね、見ていきたいと思っております。もし腐るようだったらね、すぐにね、削除したり、そして水槽にとってね、悪影響を及ぼすようでしたら、またね、これもね、すぐにね、外していきたいと思います。ということでね、今はね、こういう感じでこの取ってきたこの草がね、どのようにね、成長してくれるのか、楽しみにね、ちょっとね、経過をね、見ていきたいなと思っております。まっすぐでこう見たこういう感じですね。こういう画面でどのようにね、水草が現れるのかね、楽しみにね、やっていきたいと思っております。ということで、今日はね、こういう感じでこちらのこちらのね、草がこのようにね、腐らずにね、成長しているので、それをこちらにね、またね、入れてみました。ということでね、またね、うまいこときれいにね、成長することをね、願ってるんですけども、ということで、今日はこういう感じでね、取ってきたね、草を入れて成長をしていきたいと思います。ということで、またね、いろいろな動画も上げていきますんで、どうぞよろしくお願いします。